皆さん、こんにちは。ユーリです。今回は前回の動画に登場した怪人トンカラトンの作り方をご紹介します。準備としてミイラの衣装を使っていくので、男の子に着てもらいました。こうやってミイラの衣装を見ると怖さのかけらもないよね。確かに。そうなの。この衣装でホラー要素を出すのはちょっと大変だったんだ。だからね、せっかく考えたから視聴者さんにもシェアしたいなって思ったの。というわけで、早速怪人トンカラトンにしていきます。まずは男の子に話しかけてアイテム編集画面を開きましょう。今回は頭の項目にある王冠2を使っていきます。次に男の子のキャラ編集画面を開き、下にスライドして材質を選択します。光沢の上にある灰色と黒の細かい模様を選択しましょう。この柄を選択するとこんな感じで顔が少し怖くなります。続いて色を選択し白にしましょう。するとこんな感じにホラーっぽい包帯姿になります。次にもう一度アイテム編集画面を開き、王冠2の大きさと位置調整をして顔を作っていきます。まずは位置調整で下に動かし、回転を使って顔と重なるように動かしていきましょう。イメージとしては目の周り以外は包帯で覆っているようにしたいので、この形の王冠2を利用していきます。顔に重ねるように位置を調整していくと顔を覆っている包帯っぽくなるので、お好みで調整してみてください。私のおすすめとしては、若干王冠2をこんな感じに斜めにして顔と重ねていくといい感じになりましたよ。拡大のかける0.1にチェックを入れて、 X ボタンと Z ボタンのプラスボタンとマイナスボタンで顔の輪郭に合わせていき、回転をさせながら調整するといいと思います。というわけでこんな感じになりました。キャラ編集画面から表情も変えることもできますよ。ちなみに物語の中で背負っていた刀は包丁を細長くして調整しました。顔の部分の調整が少し難しいですが、皆さんもやってみてくださいね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のコメントもお待ちしています。ベルボタンを押せば、新着動画のお知らせが届くので、ぜひ押しておいてくださいね。